神様に自分の罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた人に聖霊が与えられます。イエス・キリストを信じた人のうちに聖霊が住んでくださるんです。イエス様を救い主として受け入れた後、皆さんのうちには変化が起こってますでしょうか？クリスチャンの内側には二つの性質があります。一つは生まれながらに持っている古い性質。もう一つはイエス・キリストを信じ、受け入れた時に与えられた聖霊によってもたらされる新しい性質です。この二つのどちらの性質に支配されるかによって、私たちの内から出てくるものが全く異なってきます。古い性質が勝つならば、肉の技となって出てきます。ガラテヤの信徒への手紙5章19節から書かれてある通りです。では、逆に聖霊による新しい性質が勝つならば、ガラテヤの信徒への手紙5章22節23節に書かれてあります、御霊の実、愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、この豊かな御霊の実が結ばれ、言葉としてまた行いとして内側から出てくるんです。御霊の実シリーズとして、この9つの実について6月から毎週救世軍公式 YouTube にメッセージがアップされていますけれども、今週は9つのうちの7つ目の誠実について皆さんと共に聖書から学んでいきたいと思うのです。すべての人には罪があるわけで、人間はどう頑張っても誠実な生き方をすることはできません。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって罪を許され、誠実をいただけるものにさせていただいたんです。それは神様が誠実な方で、そして真実なお方であるからです。愛歌3章22節23節をお読みいたします。主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。神様の真実は偉大なんです。イエス・キリストを信じる信仰によって、御霊の実の誠実さが与えられ、私たちも神様へ忠実であることができるんです。神様が真実なお方であるから、私たちも神様の前に真実でありたい、誠実でありたい、そのように望むようになるんです。ルカによる福音書16章10節。ごく小さなことに忠実なものは、大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは、大きなことにも不忠実である。神様がそのように見てくださっています。つまりこの誠実
と訳されている言葉は、信頼に足るということです。神様の前において、ごく小さなことにも忠実なものには、神様から信頼されるという性質です。神様は私たちの心の中に真実さを求めておられ、そして私たちも神様の前に真実な、忠実な生き方をすることによって、結果的に人から信頼される、人々の信頼を得るんです。聖霊が実らせてくださる誠実さは、非の打ち所のない完璧な人のことではなく、神様の前においていつも裏表がない状態であり、そして自分の誤りを素直に認め、神様と人に素直に謝ることができる人です。信仰者にとっての誠実とは、神様の前において、神様の前にということが大事であります。このような聖霊の実が与えられたいと望みますか？御霊の実は自分の力とまた頑張りで与えられる、そして結ばれるものではありません。御霊の実を結ぶことを望み、そして聖霊の導きに委ね歩むときに、聖霊ご自身が私たちの心と人格に御霊の実を結んでくださるんです。聖霊の助けによってのみそのことが可能です。その実が成長していくにつれ、神様との関係において、また自分自身において、また自分と他の人との関わりにおいて、その実を味わい、喜ぶことができるんです。この動画を見てくださっているお一人お一人が、聖霊により頼み、導かれ、歩まれることをお祈りいたします。